難攻不落の城シリーズ1、熊本城。熊本城は蜀方形城郭の到達点とも言われる加藤清正が築いた名城です。秀吉の後継者である豊臣秀頼をいざという時にかくまうために築いたとも言われています。これを裏付けるように熊本城には高石垣や複雑な地下水路、本丸からの秘密の抜け穴と言われる石門まで作られました。熊本城の特徴は超やりすぎの防衛システム。熊本城の枡形小口は枡形を2つ連続させています。また宇土櫓の石垣の高さは現在21メートルですが、震災からの復旧工事で発掘調査をしたところ、築城当時はもっと高かったことが判明したそうです。